最近のね、私の目標があって、柿はるかさんと仲良くなりたいなって。あのね、見た、みんな K-4 のなんかオープニングムービーみたいなの作ってたじゃないですか。うん、ですか。私周りに軽音好きな人いないからさ、もう軽音を語りすぎた、軽音を語りたすぎて、もうなんかと思って、軽音好きなんですかみたいな、みおちゃんになりたかったみたいな言ってた絵、私もです、私もみおちゃんになりたかったんですよって思って、もうすごく話が合うんじゃないだろうかと勝手に思っておる。どんぐらい、でもどんぐらいのさ、あれなのかな、あんまりでもこうそれが合わなかったらさ、ちょっとお互い気まずいじゃん。どちらかが詳しすぎても気まずいから、それをちょっと探り入れつつ話したいなって思ってる。もうだから大好きすぎて、軽音が。でも軽音の話できる人って本当にいないの。もうファンの人でもほんまりいなくって、柿はるかさんはガチだって。うわ、そしたらもうさ、これは全然妄想ね、もうカラオケとか行ったら軽音メドレーみたいな、私は今までずっと一人でやってたけど、もう二人でできちゃうってこと。ふわふわタイムとか、この恋はホッチキスとか二人で歌えちゃうってこと。じゃあ私はゆいちゃんやるね、じゃああなたはみおねってできるってこと。キャッ、私マジで寂しい人なんだから、私はあのこの恋はホッチキスを1番はゆいちゃんで歌って、2番はみおちゃんで歌うみたいなのをやってるんです、一人で。1番はちょっとふわふわさせて、ちょっと高めに歌って、2番はちょっとかっこよく歌ってみたいなやつを一人でやってるんですね。遠藤さくらさんも見てるんですか。だからもう軽音の話したすぎて、最近もね軽音見たんですよ、アニメを。見て、やっぱいいな軽音って、りっちゃん可愛いなって。なんかその時みんな可愛いんだけど、その時々によって可愛いなって思うのって違うじゃないですか。この間見て可愛いなと思ったのはりっちゃんでしたね。りっちゃん可愛い。私は推しはのどかちゃんなんですけど、ゆいってりっちゃん可愛いよね。カッキー166ある、うん、10センチ違う。わお。だから私もなんか全然乃木坂さんじゃないのに、なんか参加したかった。全然誰って感じなんですけど、お前誰だよって感じなんですけど、もう参加したかった、もう本当に。お前誰だよってなると思うんですけど、私はもう軽音が大好きだから、軽音の語れる人が欲しい。でも私も人見知りだから無理。まずお会いする機会がないしね。キモいじゃん、だって実際さ、まあ、たとえお会いしたとしてさ、なんかまず最初に軽音の話を行くわけにはいかないじゃないか。軽音の話に行くまでちょっと何回かお話ししなければ
いけないじゃないか。となるとやっぱりね、なかなか人見知りなもんで。いや、軽音いいよね。だから私も歌いたかったよ。まあ誰だよ、まだ何回もお前誰だよって感じで。ドキドキが止まんない、あれよかった。この指の動きがとても素晴らしかったです。柿遥さんベースのね、ベン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 みたいなやつ。フルスロットルなのおない、私が好きなのは、オープニングだったら好きなのは、みんなが大好き、チョコルララミラクル身体、歌って歌ってアイスタイル最強したん、なんだっけ、あ、拙い曲でも微妙な歌詞でも届けたい精一杯のソロを、ジャン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 よ、お行儀悪かったらそりでもなりふりも構わずに、と、なんだっけ、もう2番とも混ざっちゃうね。どっぷりハマっちゃうプレイ、左手もしやこれが青春、エヴァエヴァフォーエヴァシャイ、めちゃめちゃ大好き、どうでそこるなら喜ぶギター、ハートってハートってワクワク探してさえ、今でもこれがどこの歌詞かわかんない。ダメって言われてもミス連発でも、だらけたいせなのだって次第のライフを、ん、井上凪さんも軽音ガチ、なんか歌ってましたよね。え、てか乃木坂さんってなんか軽音歌ってましたよね。他にもふわふわダイム歌ってましたよね、なんかあの番組で。やばい、なんでみんな軽音好きなの。イグラブにはいないよ、あんまりそんな人は。やっぱ人数が多いと、やっぱその確率も、軽音好きな確率も、確率論、確率も多くなってくるのかな。そうなのかな。軽音が大好きだよー。